初登場は B ランク、弾道は低弾道で、特殊能力は広角打法、メイン適性がショートで21試合の出場にとどまった。パワーが強化されたが B ランクも登場、セカンドのポジション争いに敗れ18試合の出場にとどまった。パワーがさらに強化され、秋季キャンプでは外野手の守備にも挑戦、初の S ランクで登場。ミーと走力同値で、特殊能力は超チャンスメーカー。ミートが強化され、ミート型で弾道は中弾道、自身初の規定打席に到達した。ミートがさらに強化され、プロ初となるシーズン2桁ホームランを記録した。チーム2位となるホームランと打点を記録したが、両リーグ最多の21個の併殺だ。規定打数が下がってしまい、東京オリンピック休暇中に第一肋骨を骨折してしまった。打撃フォーム改造に取り組んだが、不振から抜けられず、打率は2割9分で66試合の出場にとどまった。本シリーズはレフト守備適性が追加され、プロ初の4番打者としても起用された。全ドラゴンズファンが涙した。まさかのセレクションオール C で登場。6月には8打数連続安打を記録、好調を維持し、ここまでチーム打点王の活躍。